T 先輩です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。ようこさん、助かりますよね。絶対助かるよ。ですよね。そう信じて今は進もう。さて今回は新エリアに向かおうと思います。まあ新エリアかどうかはまだわかりませんが、霊の不気味な悲鳴ばかりしていた場所とは、逆の方向に進もうかと思ってます。ああ、そこから左ってことね。そういうこと。ここから一段下なんだよな。いえ、二段下ね。おっと。ここで一段下。そしてこれで二段下か。落ちたというより落とされた。それにしてもその刀長いねー。さすがおさふねです。あれ、アスカロンになってるじゃない。長いだけで強くはないっていう。ちょっと。ああ、ちゃんと肉回復になってていいなー。闘技場。しかも煉獄だって。早まったか。まあでもどんな感じか見るだけ見てみようか。うわ。スケルトンビーマーまで。今作にもいるのね。色が緑から青に、そしてかなり硬くなってるな。キラーマントだって。変わった敵もいますね。鎖を切るとかそういう仕掛けはないのかな。絶妙な高さだから遮断でも避けられないな。で次が早い。すぐ撃ってくるよね。進化したなぁ。振り下ろし剣は便利そうだけど目の前に弱い。この敵が地味に苦手です。もう。とんでもないものが見えてるね。やっぱり触ったら切れるのかな。ギリギリ。判定がないね。ただの背景かな。お、いいですねー。理想はこうやって進む間に出てくれることです。やはり背景か。警戒しなくてよかったのね。またバイキンくんみたいな敵が。でも黒い槍を持ってなかったよ。ほんとだ。嘘でしょ。ワープ。そうかここにねー。割と近いな。そうだね。背後からが定石でしょうね。広い場所ならできるんだけど。狭い通路だとやりにくいね。なに？刺さった矢で食らった。そう見えたよ。消せるってことは反省もあるってことだ。確かに闘技場っていう雰囲気だね。結果のみ似てるからまた嬉しいですねー。ワーウルフじゃないけど似た敵もいるし。タイガーのアッパーカットか。ムエタイの帝王ですか。何それ。いつの間にかこんなに減らされて。さすがにセーブがそろそろ。そうね。うわ。やった？見つけたか。そういえば今回お見せしてなかったので、まあ装備などは変わりないですけど。
ンとか石を持ってるのかな。え、何ここ。ボス部屋は青だよね。特別強いボスとか。しかもこれエレベーターだよな。え、また。あ、本物があった。ってことは赤い方はやっぱり違うね。ふむ、闘技場だし3つの試練とかかな。あ、ありそう。やっぱり体の試練か。多分新規体の試練なのでしょう。なるほど。ただ何をすればいいのか。そういうことね。そうか、確かに十字キーだあれ。指示に従えってこと。多分そうです。まあどうせ失敗したし奥まで行ってみますけど。やはりな、全部成功しないとここが開かないってことだ。壊せる壁ではないのね。じゃあ落ち着いて。なるほどねー。敵は怖がらなくていいのね。違うんだ。このままじゃ落ちちゃうと思って。間違いとみなされるよね。もう一度セーブして万全にして挑んでみます。そういえばこのアイアンメイデン、罠なのかな。あ、出た。ただのろうそくと一緒ね。よかった、雰囲気作りか。で、今のソウルはなんか面白そうだったぞ。敵の HP と MP を入れ替える。つまり HP が高すぎて MP が低い敵に当てれば、簡単に倒せるってことだな。まあ敵の MP まで気を配ってなかったので、どうなっているのかはわからないけど。魔法使い系だと逆に強くなるかもね。とんでもない HP になったりして。そうだ、途中で直せばいいんだ。え、今斜め上判定だったのかな。危ない危ない。まあ落ち着けば難しくはなかった。おほ、フェアリング。そういうことか。しかも運まで上がるし。間違いなくこれだね。やったー。じゃあ今度は一番上。ここは進化。はっ、銅像が攻撃してる。おい、聞いてないぞ。ただでさえ強敵を相手にしてるんだから。この悪魔が普通に強いよね。ただ一匹ずつ相手すれば別に大丈夫か。動きが独特なんだよな。追尾するけど先読みしているというか、適当に動くと術中にはまりそうです。こうやって左右に誘導してあげるといいですね。あ、自分で壊すんだ。そういうことね。うわぁ、これ面倒なやつだ。あ、ちょっとタイミングがずれると戻っちゃう。オルロック。へぇ、名前だけでも出てきたね。月下ではつい忘れてしまうからなぁ。普通なら必須のボスなのに。なるほど、防御以外はこちらが優秀だ。帰りはこんなことになっちゃうという。地獄。逃げることなんて考えない方がいいです。ということで最後はギ。そういうことか。確かに技が問われるけど、むしろさっきのガタイで最初のガシンだったよな。ここは間違いなく技だね。技術が必要です。
これかなー。いや、でも空中で停止しても意味ないか。大ダメージ。石化だとそれもあるから怖いんだよな。このスイッチは押した方がいいよな。何のスイッチだろうね。まあ必須だとは思います。やば。もうハラハラするー。やっと。マジで難しかった。こんなことなら死神とか使えばよかったよ。カッコつけて我慢しちゃった。え、名前はこっちのがカッコいいのに。弱くない？アスカロンはただの剣でバルムングは真剣だね。うお、そういうことか。めっちゃかっこよかった。よし、それじゃ最後にボス戦と参りましょうか。武器も鎧もあっても一つずつ手に入れた私に怖いものなども早なし。頼もう。あ、大コウモリだな。はなんだこいつ。まさかの展開ね。こういう時こそヘッドの出番か。うん、めっちゃ動くな。安全地帯はないね。ダメだこれ。むしろ空中で止まってると今とだ。え、めっちゃ強くない？うそ。あと一撃。こんな絶望感のあるボス戦は久々だぞ。それでもアイテムは使わないのね。これはもはや T の意地なのです。まあどうしても勝てない場合は使うけど。まあなるべくなら、ね。終わった。普通に強い。なのでこちらも解禁しますよ。覚悟したまえ。あ、死神。勝手にダメージを食らい続けてしまうよ。いいのかい？手は痛くないって。日和見は無理か。くぅ、でもエバーシングにしたら100は食らわないな。ちょっとしか変わらないけどね。こいつマジで強いぞ。安全な場所がわからない。あれ、右というか左腕が動かなくなった。うひゃー、怒ったね。え、もしかしてずっと続くの？あ、この中で倒せってこと？何その無茶ぶり。まあこちらにはこれがあるからいいけどさ。まさにここが出番だね。本気を出してからの方が楽だった。戦い方次第なのね。おお、新能力きたー。コウモリ変身、相馬もできるようになるのね。アルカードにしか無理だと思ってたからこれはびっくり。確かに大コウモリが一瞬出たもんな。
本来なら王侯森が相手だったのかもね。まったく、余計な巨人が邪魔してくれちゃったから。すごい、自由に。あれ？やっぱり。ベルモントだったのね。ユリウスの J か。待ってー、コウモリで追いかけないで。やはりユリウスだったか。彼ほどの男でも記憶喪失になるほど激しい戦いだったんだな。ドラキュラを滅ぼしたんだもんね。よし、それじゃ今回はここまでにしましょう。また次回、ノクターン。また見てねー、ノクターン。Thank you.